はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。そして本日はね、こちら SGM ブラザーズさんという合同対戦の現場からね、動画をお届けしたいというふうに思うんですけども、こちら以前に私がクイヒーペカボーラービスコウモリっていう戦術一番最初にね、このチャンネルで上げた時の、その合同戦なんですが、今回はそういうね特別な戦術ってわけではなくて、上級者の方は結構もうね、多用してると思うんですけども、でも、意外とね、まだ使われてないような、本当に全開に近づくね小技を、お届けしたいなというふうに思います。でそれがねこちらなんですけども、スケさんがね、ものすごく上手にこれやってましたんで、今日合計3本動画あるんですが、一番最初に、これを見てもらいたいというふうに思います。で何かっていうと、すごい単純な話で、バーバリアンキングをね、外周歩かせるっていう、これだけです。言ってしまえばこれだけなんですけども、これ意外とね、皆さんやってない方多いですよね。で今のこの環境って、ボーラーとかライドラの対策っていうことで、防衛施設がこういう風にね、意外と壁の外側にいっぱいあったりしますよね。でこういうのもあるので、なおさら外周をね、こういう強いユニットにカットさせる効果っていうのは割とあって、バーバリアンキングって、ね、それをするには本当に適任なんですよ。で、そのね仕事がまずはどれだけすごいかっていうのを、この動画から、見てもらいたいというふうに思います。今ババキンがもう9時方面をカットし始めてますね。一体ペッカもこれに追従していっているんですけども、今回はねババキンをなるべくこう中心に置きながら、見ていきましょう。今中央はバスターの後ろにボーラとネクロがヒーラーにこうくっついてねどんどん進んでいますが、それと並行するようにババキンが、十字側の外周を走ってますね。でこうテスラなんかが出てくるんですが、これも全部こう叩き寄っていってます。でそうすることによってどうなるかっていうと、今ボーラーとしてギガテスラのとこ入ってきましたよね。でこいつらがこういうルートで進んでいくんですよ。わかります？何が言いたいかっていうか、ここまで行かないとね、こういう風に膨らまないんですよ。膨らまない、最短距離で、壁の内側を壊してどんどん次に向かっていってるんですね。でこれなんでかっていうと、この辺っていうのを全部ババキがカットしてくれてるんで、ボーラーたちがこの壁際にこう張り付いて攻撃する、こっちを攻撃する、こういう必要性がないんですよね。この壁の一層内側のこの辺までを壊してしまえば、あとはもう用が終わったんでどん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 こっちにこう流れていけるということで、ボーラーとかネクロがねばらけずに進むんですよ、壁の中のユニットが。そういうすごいね大きな効果があります。これがどれだけ重要かっていうのは、語るまでもないと思うんですけども、まさに今回のスケさんのねアタックなんていうのは、この外周ババキンカのカット効果によって、中央に入っていたネクロとボーラーが非常にいい仕事をしましたよね。それによっても前回までこうね持っていけたと言っても過言ではないくらい、ものすごい仕事量だったんじゃないかなっていうふうに思います。であとは、残ったね、インフェノタワーをきっちり追って、晒しというところですね。前回お見事です。さて、もう2本ぐらいね、見ていきたいなというふうに思うんですが、もう1本はこちらです。クスリュウさんが、攻めてくれたアタックです。今回は、クイヒーホグになるんですけども、大雑把なプランとしてはクイヒーをこう回していきながら、中に壁の中をね、この辺を全部、クイヒーに、あとはペッカとかで壊していって、さらにこちら側っていうのはババキンで全部こう歩かして壊していきます。まず注目してほしいのはババキンの動きなんで、この辺のカットですよね。これだけの区画っていうのをバーバリアンキングが処理していくんですよ。今もうすでにね3時側でフィスト使って暴れてますけども、アーチャータワーとかいろんな防衛施設がありますけども、そういうのを軒並みこう殴り倒していってますよね。テスラも出てきても倒すし、大砲もしっかり、バーバリアンと一緒になってねこう壊していくしということで、今3時側の枠を描いた部分っていうのが綺麗にこう、まっさらしになっていると思います。でこれによってどういうことが起こるかっていうのをちょっと見ていってほしいんですね。ホグライダーを出すのがまさにこの二次面になるんで、この辺からホグが入ってきます。今クイーンはね中央でしっかりね、
相手のアーチャークイーンだったり防衛軍を処理し終わったところですね。でここでオグライダーが入ってくるんですが、見てもらって分かる通りバーバリアンキングが、この3次面カットしたおかげで入りで全然僕がばらけてないですよね。ちょっとねこのなんだクロスボウのところで、ばらけ始めちゃうんですけども、序盤で全然ばらけなかったおかげでギリギリギガテスラも破壊できるし、残ったホグライダーたちっていうのはアーチャークイーンとこう合流してね、下の方に流れていくんですが、こいつらもいい仕事してくれてます。まあ、要するにあのホグライダーの入りのね、入りやすい面を作るっていうのにもこういう風に外周バーバリアンでカットさせると壁の外側をきれいにこう全部なくしてくれますんでね、すごい動きが読みやすくなるというねメリットがありますっていう感じですね。まあ、こんな形にしてもやっぱりバーバリアンキングのカットが使えるっていう話ですね。まあ、そもそもなんでまあバーバリアンキングを、この外周のカットに使うかっていうと、ペッカとかに比べてやっぱり体力があるし、さらにフィストを使えばバーバリアンも出てきて突破力っていうのがものすごいんですよね。壁があってもまあ本来殴り上げて進める力を持ってるんで、壁がないこういう広いゾーンだったらフィストによって発生したバーバリアンと一緒になってもうそのなんていうのかな野ざらしのエリアっていうのを全部こうなぎ倒してくれる、まあそういう強さがあるっていうことですよね。でこれがライドラなんかでやっちゃうと対空砲だったりホーミングを食らって意外とあっさりねこう落っこちちゃったりするんですけども、バーバリアンキングの場合には、巨大爆弾とかあっても全然痛くも痒くもないですからね。まあ、そういうのもあってですね、本当に、外周を歩かせるにはもう最適なユニットになりますので、ぜひぜひねこういう技を覚えておいてもらいたいというのと、で最後デウスさんが攻めてくれたこちらのアタック、これ見ていきたいというふうに思います。で、今回のね、デウスさんのアタックは少し思い通りにはいってないんですけども、それでも、外周バーバリアンキングを回すことによって期待以上の下手さと、ね、効果が出てんじゃないのかなっていう、まあ、そんな結果になってます。見ていてほしいんですが、まずねアーチャークイーンを、4次面からスタートして、プランニング的にはここからアーチャークイーンをねこう、ジャンプの呪文を使って中に入れていきます。で、バーバリアンキングはこちらから出していってぐるーっとこう外周を歩かしていくという形ですね。で最初に言ってしまうと、今回バーバリアンキングね外周全部回り終えても生きてるぐらいすごい長生きするんですよ。ちょっとねこれ見ていてほしいなというふうに思います。今出てきましたね。ちょっと私が丸書いたところよりも下側というか7次面から出てきて、今こう、このアーチャー塔のダメージをね、受けながら前に進んでると。でフィーヒー部隊はペッカとボーラーとこう合流してね、どん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 中に進んでいってるんですが、バーバリアンキングは短期で外を回っていってますね。でこの辺りでね相手のバーバリアンキングとも勝ち合うんですけども、これもしっかりね投げ倒してくれます。なのでここで下手にペッカとかボーラーが相手のババキンに捕まることがないっていうのもいいですよね。でボマーが出てきて、ここでちょっとね対空砲に捕まってもったないことにはなってるんですが、壁をこじ上げてくれながら、中にね、ユニットが入るようにこうなんていうのかなカットをしていきますが、実はこれミスっちゃったっていうのはここなんですよね。ペッカが今外に出てきちゃいましたよねこいつ。でこれがバーバリアンキングと一緒になって外周をぐるっと回っていくんですけども、多分ねこれはデウスさん的にはちょっとミスで、まあ、本来は壁の中に入れたかったと思うんですがね、外に出ちゃいました。ただ結果的にはこれが、テスラの森こういうのを全部破壊してくれてね、バーバリアンキングと一緒になって、で中からは、クイーンが、相手の範囲攻撃施設かな、こういうマルチ IT とかウィストっていうのをどんどん打ち抜いていくという格好が出来上がってますね。これは何ていうのかな、かなり期待以上の効果が出たっていう形だと思うんですけども、まあ予測通りペッカが壁の中に入ってクイーンと一緒にこう壁の中を進んだとしても、おそらくペカヒーの形になってね、こう最後まで、まあ、持っていけたんじゃないのかなというふうには思います。どうですかねこの外周をバーバリアンキングに任せるっていう技、ここに至ってもまだババキンが生きてますからね、体力は少しだけしか残ってないとはいえ、こんな形で、外にある防衛施設を壊したり、あとはまあ普通の金山とか金庫とか、まあ、そういうストレージ系を壊したりすることによって壁の中のユニットっていうのがおかしな方向に流れない、
まあ、そういう効果だったり、ホグライダーを入れる時の、その入れやすい面を作る、外側を慣らしてくれるっていうのかな、だったりというね、効果があるんですね。で、まあ、もう一個だけ補足しておくと、バーバリアンキングってヒーローなので、まあ、当然ヒーラーが回復ターゲットにしたところで回復量がちょっと落っこちちゃうんですよね。まあ、むしろヒーラーのターゲットにするんであれば、壁の中に入れるユニットとしてはペッカの方がね、この回復の恩恵を受けやすいので、有効っていう点もあります。まあ、なのでね、であれば下手にヒーラーのターゲットをキングに集めるよりはバーバリアンキングにこう外にをね歩かせてしまった方が全体として結果がいい方向につながるというね、もしこの動画がヒントになればというふうに思いますので、ぜひね、まだ試したことがない方は、お試しいただければというふうに思います。はい、というところでね、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日はこのあたりで失礼します。バイバイ。